皆さん、おーい、おはようございます。毎年毎年楽しみな手話劇をやります。テーマは何でしょう。はい、3本の木です。皆さん、始めから終わりまで楽しんでくださいね。よろしくお願いします。小高い山のてっぺんに3本の小さな木が立っていました。3本は小さい時からとっても仲良し、大人になったら何になりたいかいつも話し合っていました。あー、星が綺麗だ。ねえ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 、あの星綺麗だね。僕、あんな星みたいな綺麗な宝箱になりたいんだよ。その中にね、金キラ金のピッカピカの宝物をいっぱい入れてさ、綺麗な宝箱になりたいんだ。なるほどね、いいね、いいよいいよ、なるほど。お、ほらほらほら、見て見て見て、僕はね、力強いじゃん。ほら見て、小さな湖の小さな船、漁船がね、行ってるだろう。あんなんじゃないんだよ。僕はね、大きな船になってさ、世界中を、世界の王様を乗せて、世界中をブンブン目指す船になりたいんだよ。いいね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 おいおい、二人ともいい夢持ってんな。俺はね、あ、そうだ、このままここにいて、世界一大きくて背の高い、みんなが見渡せて、みんなが注目する、すっごい気になりたいんだよ。それが夢さ。いいね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 。ほー、いいわ。ところが、木こりがやってきました。おい、僕僕僕切って、僕僕僕僕。この木は高い。僕のこと見てよ。僕だよ。おー、いいね。よしよし。切るぞ。よいしょ。あー、いた。よいしょ。行ってきます。バイバーイ。おー、二人目の木こりがやってきました。おお、この木は高い。もっと小さいのがいい。お、ちょうどいい。いい木だ、力強い。やった。お、あ、おお、バイバイ、行ってきます。おー、いい気はないかな。待って、大きな木だ、背も高い。切れるか、無理かも。でも、オーラ見て、おーって、いいものがあるんだよ。あ、やめろ、ボル、僕を切るな、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 お断り。あ、
切られちまった。よし、ここに収めよう。しっかり鍵をかけて。やってない、あれやってない。それから長い年月が経ちました。やっと綺麗な宝箱になれる、嬉しい。小さく切り刻まれて。地味だなよし、ここがいいわ。よいしょ。この子はね、神の子、イエス様よ。宝箱になりたかった、それが夢。でもさ、外れて毎日毎日牛の餌、くっさーい餌を入れられて、でも今世界の宝物、世界の宝、王様を与えてくださった神様、僕のことを覚えてくださってたんだ。僕の体を用いてくださった、ありがとうございます。嬉しい。さてさて、2本目の木です。やったー、僕は大きな船になれる、なれる、なれる。大きな船、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 大きな、あ、え、お、小さな船になっちゃった。それに何乗るの、乗れるの、小さな船に乗れる。おいしょ、うん、うん、うん。力がある人は誰？自然な嵐を収めることができる力があるお方、世界一の王様が今僕の船に乗ってる。やったー、いざ世界を進むぞ、行きましょう。おー、さて3本目の木です。長いこと長いこと収められておりました。今解かれております。あー、やっとだ。
ここはどこだ？ここはどこだ？うっ、あ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 、お、う、うん、あ、いた、うん。11時になりました。なんだよ、なんだこれは。前僕が抱いてた夢、大きな木になって、でも今十字架にさせられた。なんだこれは。何のため。僕わからん、わからないよ。十字架、情けないな。不満だよ、情けない。ほら、ほら、立て。十字架を担ぐんだ。ほら進め、ほら。十字架の刑につけろ。ほら立つんだ。ほらこっちもだ。天の主、神よ、彼らをお許しください。このお方、前僕が入れてた夢、大きな木なることは外れちゃったけれど、十字架になっちゃった。でも有名な世界の王、救い主イエス様を、僕の体を用いてくださった。最高に嬉しいよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。三本の木、それぞれが自分が夢に思い描いてたような形、その通りにはなりませんでした。でも神様は私たちの想像をさらにはるかに超えた素晴らしい形として、世に注目される形として用いてくださいました。拍手です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。